こんにちは、チャーチャーのりんです。今日はハッピーバレンタイン、イエーイということで、バレンタインだからチョコレートのお菓子を作ろうかなと思います。あんまりお菓子作りやったことないんだけど、簡単なやつでチャレンジしてみようと思います。じゃあ早速作りましょう。はい、じゃあ今回何作ろうかなってすごい悩んだんだけど、いろいろ調べて、なんかお猿さんでもできるって書いてあったから、生チョコタルトを作ろうと思います。はい、じゃあ生チョコが固まるまでちょっと私のバレンタインのエピソードを話したいなと思います。配信でも、ね、言ったことないやつ、あれ。高校2年生の時にちょっと気になる男の子がいて、その子が違うクラスだったんですよ。で、話したことも全然ないし、連絡先も知らない、もう無理だなって諦めてたんで最初から。で、友達がバレンタインがあるから、その時に告っちゃいなっていう風に背中を押してくれて、チョコレートを手作りで渡そうって思ったんですね。で、バレンタイン当日いざ学校に行くと、まあみんなすごいバレンタインムードですごい楽しそうなんだけど、自分だけもう渡す時のことだけ考えるとすごいなんかドキドキして、急になんか勇気がなくなってきて、結局朝も渡せず、休み時間も昼も渡せなかったんですよ。うじうじしてたら友達がしびれを切らして、放課後に、あの子今体育館でバスケしてるから行くなら今しかないよって手引っ張ってくれて、でその子が男の子を呼んでくれて、体育館の裏で勇気を出してチョコレートを渡しました。ただね、好きですは言えなかったです。ただよかったら受け取ってくれませんかっていう感じで渡しました。男の子はありがとうっていう風に喜んでくれたんだけど、なんかもうそれですごい満足しちゃって、結局 LINE すら聞けずにそのまま自然消滅してしまいました。だからすごい後悔してるんです。あの時ちゃんと言っておけばなって。だから今年のバレンタイン告白するぞっていう人は本当に頑張ってください。今まだ迷ってる子は勇気出して頑張ってほしいです。私の分まで頑張ってほしいです。ちょっとほろ苦い思い出でしたね。はい、でもそろそろ生チョコも固まったと思うので、最後にトッピングだけしていこうと思います。本当はイチゴをトッピングしたかったんだけど、イチゴ結構高かったから今回はバナナにしました。完成です、イエーイ。来てみてくれるかな。じゃじゃーん。初めて作ったお菓子だったけど、いい感じにできたと思います。じゃあみんな素敵なバレンタインを過ごしてください。バイバーイ。